デビット・ハインリヒ・ホッペ・ダーフィット・ハインリヒ・ホッペは、ドイツの薬剤師、植物学者である、高山植物の研究で知られる、ブルフハウゼン・ビルセムの出身である、ニーダーザクセン州のテレで見習い薬剤師として、働き始めた。その後、薬剤師の助手として、ハンブルク、ハレ、ボルフェンビュッテル、レーゲンスブルクで働いた。その後、 エアランゲン大学で医学と博物学を学び、卒業後、レーゲンスブルクで医者となり、同時に高校の教師も務めた。レーゲンスブルク周辺の植物を研究し、1796年から1843年までのマイカ、オーストリアのザルツブルクや、高知のハイリゲンブルートで、コケ類の専門家のホルンシックと植物採集旅行を行い、 アドリア海沿岸やオーストリアのケルンテン州や、チロル州の産地での記録を加え、ターゲブーフワイナーバトニシャンライゼナーハデンカッスンで、エイドリアティースカンミルズウントデンジベルジョンフォンケルンテン、ティロールウントザルツブルク。ありがとうございます。